体や精神に障害のある人たちが制作した作品を紹介する美術展が今日から那覇市の県立博物館美術館で開かれています。無数の点と線をつなぎ合わせて表現された那覇大綱引きのにぎわい、愛嬌を振りまくシーサー。那覇市障害者美術展は芸術作品の発表の場を提供し、創作意欲の向上や社会参加につなげてもらおうと毎年開かれています。会場では絵画や工芸など419人が手掛けた個性豊かな作品が紹介されています。このうち統合失調症を患い現在も治療中の山川勇さんの作品は、無数の細い線をつなぎ合わせて表現された迫力のある龍が画用紙いっぱいに描かれています。スムードコロドラゴンということで、絵の中のドラゴンのこの魂をですね、感じ取れるようにという思いを込めて描きました。すごい時間を張ってできた作品なので、すごい頑張ってくれたなということが伝われば嬉しいです。感動がまず皆さんに伝えれば嬉しいですね。この展示会は那覇市の県立博物館美術館で今月9日まで開かれています。